してるんですが。おーおーすごっ。はいはいはい、どうも。初めてのチューン。はい、ミス。秋葉原、秋葉バカチャンネルのたまちゃんです。どうもおはようございます。こんにちは。こんばんは。前回の動画見ていただいたと思うんですけど、この机を作ったんです。これですか。見てきてないじゃん、主です。前提なんですね。前提です。ちょっと見てください。これ作ったんですよ。廃材ね。はい。足はお客さんとこの店舗の店舗で使ってた机の足、はいはい、これを利用して廃材をかき集めてこんな感じに作り上げました。できたんですけど、ただの赤のペン板に黒の縁でもいいんですけど、なんかちょっと物足りんかなって言われちゃってある気にねなんかこの表面に何かしらのデザインを施したいなっていう、いろいろ考えたんですけどね、後ろをこう見ていただいた感じ、この雰囲気なんかアメリカンチックな感じ、うんうん、それっぽくこう文字をここに刻み込んでやろうということで、じゃん、コカコーラ。この店板にコカコーラって書きますじゃあ今から書いていくんで、どうぞ早送りで取り終わったやつですね、はい、ここの、まあ、1枚のこのベニヤの板にコカコーラって紙の上に字を書いて取りまくって、紙の上からブイーとか文字通りにこう削っていった感じでですね、これ、まあ、できたんですけど、よく見るとトリマーでやるとこうガタガタになっちゃったんですね、まあ、腕の問題もありますけども、もっとこう滑らかにしたいじゃないですか、はい、それで一応こういうヤスリとかでこうとかこう削ってやっていって、もう一つこれでアイテム、これこんなんでしたっけ、インパクトって、インパクト、いつものインパクトはあのプラスですよ、こういうやつね、これ、あ、なるほど、あ、そう、それですよ、見たことあるな、これ、これ今回はこのインパクトの先に削る、このやつ、おお、これでブリーッと回して木を削る、そんなあるんですね、そんなあるんですよ、便利な時代ですよ、ちょっとやってみましょうか、ちょっと、まあ、ここをこうやりながら、怖いな、折れへんかな、はい、やりました。まっすぐやってるんじゃなかろうか。はい、ということで次にね、こやつを白くラッカースプレー、ラッカー、机の縁がむき出しになっているので色つかないように、まっすぐにしてと、はい、あとは砕け、砕け、じゃあやっていきます。おお。出てんのかな、
よっしゃ、できた、受けた、OK、OK っす。はい、では兄貴帰ってきましたので見ていただきたいと思います。すごいな、頑張りました。ようほったな。ああ、ここもうみんな大好きで、ここ笑い緊張の一瞬ですが、こっちから。おーおー、すごっ。どうですか。やばいなこれ、めちゃくちゃ濃いやん。すごいなこれは。いい、おしゃれやな。あとはちょっと判断いただきたいのがこの濃さですね、この白の濃さ。ああ、そうですね。これを今これ一度拭きです。一度拭きっていうか、さーっとやってもうちょっと白い方がいいのか、もうちょっとこう今のこの感じがいいのか。あ、でももう好みやろなこれ。結構今これってさ一発目やから若干この浸透するんよ中に。おでもまだ赤一発塗ってるからそこまでの吸い込みないんですけど、はいはいはい、でもこうやって木目がこう若干出るんよ、ね、はい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 。もっとくっきり文字目立たすんやったらもうこれ木目潰すぐらいで塗るっていうのもあるやろ、はいはいはい、これはこれで木目出てんのいいと思うよ。あります。 OK、 いただきました。廃材集めて作った感じを整理。おお、だって足も足もゼロや、再利用やし、再利用、机の上もこれも再利用、これもそうです。エコやね。いやー、 SDGs だよ。いいね、 SDGs だよね。そんな感じ。いや、いいいい、これさえ作れば極端にどんなんでもできるってことかな。何でも作ったらできる。そうそうそう、なんか作ってほしい人がいたら見せてください。たまちゃんが作ります。はい、ということで今回はね、たまちゃんがこうやってこうちょっとおしゃれなテーブルを作ってもらいました。まあ、これ今回こういう文字やけど、いろいろ多分形、肩抜いたらできるもんね。できます。この動画がいいなと思った方はグッドボタンと、チャンネル登録お願いします。お願いします。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい。